どうもたぬきじょうです。今回は久々の iPhone 修理をやっていきます。ご覧のように画面の割れた iPhone 11 Pro を入手してきました。画面以外の目に見える破損はなさそうです。電源をつけてみます。無事に起動しました。パッと見動作に問題はなさそうですが、ちょうど画面の中央あたりでタッチ切れを起こしています。もちろん画面を交換すれば症状は改善するはずです。しかしながらコピー品でも有機 EL パネルは高い。というわけで今回はパネル再生に挑戦してみます。分解を始めます。まずは本体下部の星ネジ2本を取っていきます。ネジが外れたらヘラで画面を浮かせます。できた隙間に別のヘラを差し込んで画面を剥がしていきます。一度分解された端末のようでサクサク開きます。全体的に剥がれたら画面を起こします。そうしたらコネクタカバーのネジを外して、コネクタカバーを外し、コネクタを外したら画面が外れます。パネルからインダクションを外します。ちぎるとフェイス ID が使えなくなるので慎重に。続けてパネルからベゼルを剥がしていきます。まずはパネルを加熱、温まったら IPA を流しつつヘラで浮かせていきます。ノッチの両側が剥がれたら真ん中をニッパーで切ります。そうしたら横に引っ張るだけで簡単にベゼルが剥がれていきます。下端にはタッチパネルのケーブルがあるため慎重に浮かせます。ベゼルを剥がし終えたら一度動作確認。特に変わりなさそうです。ガラスを剥がしていきます。金属線をガラスとタッチセンサの間に通し OCA を切り離します。無事にガラスと分離できました。再度動作確認して問題なかったので OCA を除去していきます。壊しました。ちょうど割れてたあたりなので OCA 除去時の負荷に耐えきれなかったようです。しょうがないので新しいパネルを調達してきました。軽度割れでタッチ不良もない良品です。ベゼルを剥がして、ガラスを剥がし、 OCA を剥がし、動作確認までできました。ここまで来たらノルマルヘキサンで画面を拭き上げます。ある程度拭き上げたら1機目の型に乗せます。そうしたらポラリオンライトを点灯させ、さらに拭き上げ、もちろん個人宅にクリーンルームなんてないのでここからはホコリとの戦いになります。エアーでホコリを飛ばし新しいガラスを乗せます。そうしたら画面をプレスします。もちろん真空ラミネータもないので大気圧です。圧着したものがこちら。全然くっついてない。とりあえず加圧脱泡機に入れてみます。
A few moments later. 30分ぐらい経ったので取り出します。取り出したらこのありさま、だいぶひどい残り方してるので追い脱法をします。圧力高めに再度脱法したらマシになりました。 UV ランプで硬化させます。これまた30分ぐらい経ったら取り出し、組み上げて動作確認します。バーペキです。画面を組み立てていきます。新しいベゼルを取り付けます。付属の両面テープのみでは接着が弱いので縁に接着剤を塗ります。紙片塗り終えたら画面を接着。みんな大好き圧着をします。圧着後にイヤーメッシュを接着。さらにプラスチックホルダーとインダクションを取り付けます。これで画面は完成です。分解ついでにバッテリー交換も行います。上側のバッテリーテープを引き抜いてバッテリーを引き起こします。下側のバッテリーシールは剥がそうとするだけ無駄なのでこれが最速です。新しいバッテリーがこちら。ちょっといいやつを用意しました。新しいバッテリーシールを貼って本体に取り付けます。画面を閉じる前に防水シールを貼り付けます。あとは画面を閉じるだけです。というわけで今回は iPhone の画面再生を行いました。画面に多少の気泡は残ったものの、おおむね成功ということで、ここまで来ると真空ラミネータが欲しくなってくるのですが、しょっちゅう再生するわけでもないので買うには高いんですよね。個人修理の限界ということで我慢することにします。当チャンネルではデジモノ系の修理動画をいろいろ垂れ流しています。興味のある方はぜひチャンネル登録をが。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。